しょ。ああ。難しい。もうちょっと入る。最後の最後は、おそらく医者が命令したのは何ですか。命令したのは誰ですか。医者ですよ。この医者たちにやれって言ってるのは誰ですか。最終責任者は総理大臣じゃないですか。やれって言い出したのは菅さんですよ。今やってるのは誰ですか。菅さんですよ。国のトップが原爆よりも多い人いいんですか。ダメです。そんなの決して爆弾だって腹が立ちますよ。これアメリカがやったんですよ。アメリカが宣戦布告したのは日本だし、戦争になるのは仕方がないし、やられたのも悔しいし、罪がない人が大勢だったので嫌だけども、宣戦布告したのは日本だし、戦争中だったし、卑怯ですよ。卑怯ですけど、そんな爆弾使うのはものすごく卑怯なことだけど、今回はどうなんですか。総理大臣の意思でやれっていう、今も今日もこの瞬間もキャンペーンやっていて、こんなバカなこともあるか。どうでしょう。あってはならんことですよ。それで世界で一番として一番多くなっていて、失望者も多くなっている。何やってるんですよ、これ。こういうことをさっきね、高野さんが言ったように、野党が、健全な野党が本当に糾弾するんじゃないの。だから僕は投票するとこがない。ずっと困っていた。だから自分で無所属で立候補して投票しようと思っていたんですけども、それでできたのは反省党なんですよ、皆さん。投票する政党がないから自分たちで作った、それが参政党です。最初にね、若松さんがおっしゃった通り、本当にバックないんですよ。名前は言いたくないけども、立花さんが、だから統一教会と統一教会ってぐにゃ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 言ってるけども、ね、もう、はっきり言います。放置してます。放置プレイです。だって、そんなとこで喧嘩したって意味がないでしょ。今やったように、ね、その自民党と、それから統一教会の云々観音というのは確かに問題がありますよ。もでももっと問題があるのは総合学会の方が問題じゃないですか。自民党ってぶちゃぶちゃでしょ。大きい問題なんですよ。でももっともっと大きい問題は、日本人が日本人によってもうすごい人数10万人単位で増えてるってことがもっと大事じゃないんですか。これ交通事故じゃないんですよ。不祥じゃないんですよ、ね、自殺じゃないんですよ。がんを信じるんじゃないんですよ。人間が人間を殺すんですよ。そんなバカな話があるのか。ここを届かないで、それが、なんで野党がやらないの、それが、そこも、共産党ぐらいやってないじゃないですか。我々は本当にバックもない。だからこういうことが平気で言えるんです。自民党はもう絶対に言えない。政府会社もダメだ。しかみついてもダメだ。ダメ、というのは。野党だってそう。自分たちにバックがついてるから、正しいことが言えないの。統一教会が関係がないっていうんだって言ってるんだって、本当に関係ないから言ってるんですよ。自民党統一教会と関係ないって言ってますか。言ってないんだよ。なるべく関係をしないようにするだとか、調査するだとか、ね、議員は調査するとか、で、誰かは名前は言わないけども、ね、議長やってるからその人は調べないとかって言ってるでしょ。どうしてそんな嘘をつくんですか。見えにくいじゃないですか。我々関係ないって言ってるから関係ないんです。記者の問題もそうなの。どっからもお金もらってないから、これだけ本当のことが出た言ってしまうわけですよ。もちろん命かけで言ってるんですよ。真剣に命かけで言ってるんですよ。我々が本気で大和魂でこの国をもう一回取り戻したいって言ってるんですよ。だから反省党が1年経たないのに8000人から10万人も党員がなったんで、そう思うでしょ皆さん。今ある政党の中で絶対に嘘をつかないで、本当のことしか言わないで、そして選挙の前でも終わった後でも同じことを言い続けているのは参政党だけですよ。どっかの党の都知事なんて山手線を2階建てにするとかってわけわかんないことを公約してたんですよ。そんなこと言ってないでしょ。僕らはなんとか無料化しますだとか言いませんよ。昨日も
給食の問題が街頭演説で問題になりました。どっかのね、一番左側の党は無料にするって言ってるんですよ、給食を。給食を無料にするよりもパンとか牛乳をやめる方が大事なんじゃないですか。子供をアレルギーにしたりとか、病気にしたりとか、中毒に防ぐような食品を出せるよりも、地元のもので安全なものは食べられるようにする。そうしたら、コストがかかったって、命とか健康に方が大事なんだから、無料にするとかってそういうことは言わないよ。そういうことを言ってるから、野党もそうだけども、タダにしてやるとかって言って、しないくせに。もうしない詐欺するんですよ。やらない詐欺するんですよ。絶対に実現できないんだけど、タダにしてやるだとか、お金を配ってあげるだとか。そういうふうになんか楽をして、ね、お金が儲かったりとか、お金を出さなくて済んだりとかっていうのを実現しないことを言いつけてる、そんな野党はいらない。いらない。本当のところでちゃんと言うんですよ。今の、確かにお金がもらいたいもそうですよ。また今度も所得がなんとかの人にいくら配るとかってやってるけど、そんな面倒くさいことしないで、消費税をゼロにしちゃいいじゃないか。そしたら、お金がないって、また取ってるんだから。僕はもう関係者に入る前からこの話をしてます、消費税の話を。だってレジで調節するだけなんだから、簡単なんだから。で、何兆円税収が減ると思ってるんですかって言ったら、何兆円出してると思ってるんだよ。そうでしょ、開発分から20兆円も出してるんですよ。国防費は4倍も出してるんですよ。できてもいないものに対して。私は、当社は大反対ですけども、そんな金出すんだったら、日本の企業にお金を出して、日本の会社に使わせればいいじゃないですか。そしたらまだ、嫌だけども、国内でキャッシュフローが回るけども、なんでユダヤ系の会社にあげちゃうの、そんなとてつもない金額を。で、それでやったら、さっきも言ったように、原爆くらい人がいるんじゃないですか。何やってんのか、わけがわからない。いや、もうね、ダメなんですよ。もう彼らはもう、利権まみれ。だから、新しい政党ができなきゃダメ。で、今は参政党しかないけども、私の望みは、参政党のように、バックがない政党がもっとたくさんできて、そして、我々が参政党のような政党同士が切磋琢磨して、そして政権を取りに行って、日本を良くするっていうふうにならないと、参政党一党だけじゃダメですよ。だからぜひとも、今は参政党しかないけども、あと10年とか20年したら、こういう政党がいくつかできて、そうした、そういう政党が、今の野党とか与党とすり替わって、入れ替わって、でちゃんと国のために、日本の将来のために、日本は少なくとも2600年、縄文時代から考えたら3万年から4万年経ってるんだから、そんな10年先とか20年先じゃなくて、本当に3万年先ぐらいのことを考える人が政治家にならないでどうするんだ。そうでしょ。若松議員さんはそういう方なんです。まだ知名度は低いかもしれないけども、参政党に入って、ね、野鳥市を良くしよう、でこの地方から良くしないとダメなの。本当にそうです。この地域に根立つところからがちゃんと変わっていかないと。さっきの給食の話もそうだけども、できればいいですよ。できれば1、2、3年、みんなが米が増えるようになればいいけども、無理です。でも、地域だったらできます。この区域だけだったら、ありがとうございます。この国だけ、この国だけだったら、ね、この地域だけだったら、給食をね、地元の方を使って、地場の方を使って、地場の農家が良くなって、地場の林業が良くなって、地場の漁業が良くなって、で、自分たちで作ったものを安全なものに食べるっていうのは、小さい組織だったら絶対頑張ればできます。そういうところが日本中にたくさん出てきて、で、その人たちが日本を変える原動力になる。そして、来たるべく大きい選挙、総選挙の時なんかに、その人たちが力を合わせなかったら、日本は良くなりません。取り戻せません。ですから、ぜひ、若松博さん、彼に皆さん、応援してあげてください。そしてこの八千代市から日本を変えると、そういう気概で皆さんにぜひとも応援してもらいたい、そんなふうに思います。ぜひ皆さんよろしくお願いします。今日はこの後の朝台でまた、街頭演説させていただきます。参政党の街頭演説は同じこと言わないんですね。私も133回やりましたけど全部違う話ですね。普通のところは違うんですよ。もうね、投票の前日になるとね、名前ばっかり連呼するんですよ。吉野俊明、吉野俊明、皆さん、吉野俊明覚えてください。名前だけ覚えてくださればいいんです。吉野お願いします。吉野お願いします。とかってやるんですけど、そういうのはやったことないんです。来ると、
ちゃんとお金払ったぐらいの勉強ができるようなことを話しますし、私も133回、日本中回ってやりましたけども、本当にバラバラの話です。その時の事業の話、自分がちゃんと計算して通知を出した話、そういうのをして、皆さんが何回来てくださってもちゃんとためになる、来てよかったっていうのをやってます。ですからぜひ、カスタ台の方にも皆さん来ていただいて、その後のタウンミーティングもありますので、そこではですね、ちゃんとスライドを使って、科学的な根拠を示しながら、なぜ我々が日本人に生まれたのか、なぜ私たちが日本人として生きていく必要があるのか、そして私たちの人生の目的ですよね、なんで生まれてきたのかという話をしながら、より賛成党も理解してもらって、この世に生まれてきてよかった、本当に幸せなんだと、そういうお話をさせていただきたいと思いますので、ぜひ、次の街頭ですも、タウンミーティングも来ていただければ幸いです。皆さん、本当に今日はどうもありがとうございました。ではですね、最後にお決まりのフレーズで読みたいと思いますので、皆さんご注目ください。1、2、3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 、